普通に怖い。隣にはキイちゃんがいます。お邪魔してます。お邪魔してます。じゃあ、ま、私のこの頭を見てみんな。アイリーにつけられました。じゃんけんで勝ったから。アイリーがね、アイリーがじゃんけんで勝ったから。継続。パンプキンクリスマスです。パンプキンクリスマス。うん、アイリちゃんは決めてもらおうと思っていっぱい持ってきました。わあと昨日もらった。わあ、プリン、ハロウィンのプリンです。美味しそうだね。食べたいと思います。なんかほぼ一緒なんだけど、あの実はね、オオカミをね今日やりたかったんだけど、ちょっともう当日でなかったから。なかったんだよね。猫ちゃんか、猫ちゃんか、これ見たことあるでしょ。猫ちゃんか、猫ちゃん。そんなの持ってたの。これね、キツネだと思ってたんだけど、多分猫なん、あ、犬、犬かなんだよね。あ、そうだそうだそうだった。そうだね、もう猫みたいじゃん。じゃあこれが1、これが2、これが3。もうアンケートですか。うん、久しぶりにやるか。ちょっとどうやってやるんだっけ。投票、そこの真ん中にあるやつ、あの数字の、あ、それそれそれで3までにして。あ、それできた。これが1、お、これが2。うん、かわいい。水に合う。今日の洋服に合うのはこちらです。うん、かわいい。どうぞ投票してください。キャラ何番にしようかな。三つとも投げた。え、そんなことできるの。できるよ。だからいつも投票さ同じくらいになるじゃん。あ、そうなんだ。初めて知りました。ショールームやり始めて何年にもなるじゃん。初めて知った。全部入れた。じゃあキイちゃんが、うん、クックの段を言い終わったら終わりたいと思います。クックの段。じゃあ苦手な、うん、4の段。4の段。4 終わりますかって言われてるよ。シイチがシ、うん、シニが8、シ32、シ312、シシ16、シコ20、シ6、24、シ728、シク、シハね。あれ、シハどこ行った。言った。あ、待って待って、七五二十、七六四の段。え、4 あれなんて言ってるの私今。シシチって言った。うん、シ四五二十でしょ。四五二十、四六二十、シシシチ、シシチ二十八、シク八。あ、じゃあシハ、はい、シハ32。正解でしょ。シク36。あ、じゃあ終わります。なんでかっていうと、4の倍数は割とキアラがいき、ねえ、全部一緒やんけ。確かに。でもほのかに3が優勢です先生。あ、3ってなんだっけ。犬みたいなやつです。犬、あ、ここか、ベージュの、はい、かわいい。切り抜きくらい。悲しい。
隣には猫。私も一応猫なんだよ。一応猫。にゃ。キャワーチー。リップの色なくなってきちゃった。かわいい。猫パンチ。かぼちゃパンチ。かぼちゃパンチって絶対柔らかくない？うん、かぼちゃの甘みでみんなの心をわしづかみ。お、え？犬？こんばんは。あ、しんさんありがとうございます。あれ、これ渋滞すぎない？これはこれで。タワーありがとう。クマタワー、クマタワー、クマどこ、お名前はどこ、どこ。お疲れ様です。頑張って探してる。うん。え、ハロウィンってもう終わったんじゃないの？今日ですね。なんかイベントみたいのは終わった。あ、そういうこと。うん。あ、パブちゃん、パブちゃんありがとにゃー。かわいい。やっぱ猫なんですかそれは。え、なんか鈴ついてると猫に見えない？確かにね。トリックアトリート、やーだねー。おい、いたずら終わりです。かわいい、全部かわいいよ。お菓子はいるよ。お菓子ちょうだい、ちょうだい。なんかめちゃくちゃシュール。なんでシュールっていうの？なんか鈴がなんかあんまりこうさ目立ってないじゃん。あることがその耳がさすごい中心じゃん。だからなんか鳴ってることが面白い。なんかちゃんとよく見ればわかる。だから鳴らしてあげてるじゃん。かわいい、わかるように先生があのさ、どおとなしで見てる人はさ単純にあれちゃう顔こうやってやってる。佐藤家猫飼い始めました。この子です。上級猫です。高級猫ちゃん。お、まさおさんありがとにゃ。今日もずっとリビングで猫の耳つけながら夜ご飯の準備してた、うん、つけてた、つけてました。え、キーちゃんににゃって店に行ったじゃん。え、いつ。あ、リビング。あ怖かったね。びっくりした、ね、ごめんなさい。なんで、ごめんね。なんか急に落ちてきた。大丈夫？いたずらだ。いたずらだね。ごめんね。お、今日めっちゃまつげ綺麗。あー、なんで下価格すごく。下価格。どんくらい？どこであれできたんだろう。ここ？ここか。これだ。え、さ、これさ、なんか私もさ、なんか持ってるけど、これさ、どうやって止まるの、これ。さっきまで止まってた。なんか下に入れる、うん、そしてポムは。かわいそう、うん。アイリーを支えてるね。
よいしょ。頑張ってる。頑張れ。よっ、あー、びっくりした。かわいい。あー、いい匂い。おお。裏だった。かわいい。めいちゃんはスイーツを食べるみたい。デザート。ご飯ちゃんと食べた？うん、えらい食べた食べた。いただきます。召し上がれ。かわいいプリン。プリン、うん、お味はいかがですか？うん、おいしい。ちょっと苦いかも。うん、苦い。かぼちゃ、うん、かぼちゃだね。かぼちゃプリン。一口くれた、ありがとね。おいしい。ちょ、そろそろ熱くなってきたな。かぼちゃ取りな。パンプキン、さようなら。あ、なんか来た。寝たやん。なんでなんだよ。まだ早いってしょうに。おいしい。そうだ、この状態で私やったな、オンライン。ハロウィンパーティーはね、してないけど、みんな人間の仮装をしてました。人間の仮装、ね、うん。これが本当の姿だもんね。だってこの猫ちゃんの姿がね。そうね、ね、聞いて。ニンテンドーミュージック。え、ほんまにやばい。あのね、さっき見話しちゃった。なんかあの集まれ動物の森とか友達コレクションとか、あの任天堂のあのゲームの BGM っていうのかな、うん、が聴けるアプリがあるんですよ。で、私本当に動物の森大好きだから、もうね、ずっとあのダメダメ、すいませんでした。黒猫ちゃん、ちょっと邪魔して。ありがとう。これ巻いたの？うん、黒猫借りた。どこまで話したっけ。ミュージックが聴けて、私集まり大好きなんですよっていうところ。大好きなんですよ。だからもう一日中ずっと聴いてようかなって。なんか朝の何時とか、全部1時間ごとに変わるんだけど。1時間ごと、1時間ごとだね。1時とかあるよね。そうだから、1日休みの日とか、それを1日中ずっと流しとけば、ね、私は島民になれるんです。やばい、やりたい。島の住民になれちゃうんです。やばい、やりたいね。そう、私ウィバースにケケアイドルを歌ったの、送ったの。聞いてないんだけど。パパよパパ、ママよパパパ。私あつ森の、うん、あつ森っていうか動物の森のリアクションをできるようになりました。やってやって。まず失恋がいいな、私は。いや、順番ダメ、うん、分かった。ちょっと気になる方はアイちゃんルームに行ってください、今から。じゃあまず、うん、びっくりマークから。はい、なんだ。ハテナ。ハテナ。ん？トゥルルル。ん？トゥルルル。ガーン。ガーン。あのなんかここに黄色いね、あのびっくりマークが出るの、ここら辺に。からガーン。ガーン。あとなんだろう。嬉しい。嬉しい。なんか。パーン。パーン。
あのこの辺にお花がいっぱい出て、パーパーね。あとなんだ、ジロリジロリ。にやり。怒ってる顔までね。みたいなやつ。あとなんだろうな。考えて。もこ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 。あとなんだろう。あの猫ミームみたいにこれが流行ればいいと思う。あつ森リアクションミーム。うん。どうぞみんな使ってください。私の一番あの失恋やって、ちょっと頭の上にこうハートがあって、そう割れるんだけど、パッかわいい。これが一番ちょっと本当に分かる人は分かる。そうなのよね。見せたい。見てリアクション、集まれ動物の森リアクション検索検索。あとは何だろう、あ、文字文字。あー確かに文字文字。あと何だろうな、ため息。はあ、サソリ取れないの私。え、ほんと写真会とかであの困ったらリクエストしてください。何でもやります。確かに。汗汗。バカ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 。ゴーン。あ、あとなんだっけ。じゃ調べて。今調べてる。ちなみにだけど、今調べてって言おうとしてる。私今冬眠なんで。冬眠なんで。私が一番好きな、うん、あのあつあのどうもりのキャラクターはシベリアとゆきみちゃんと、うん、あとミッチェル。新キャラクターだよね。集まれ動物の森から。そうできた。ミッチェルは新キャラ。あ、星屑テレパスの灯台作りました。そう。あとあれもあるいるじゃん。ウミカ。ウミカがうちの島に住んでます。すごいね。ウミカと一緒に住んでるの。うん、すごい。じゃあアイちゃんは本物のアイちゃんはどっちなの？アイちゃんだよ。アイちゃんはアイちゃん。ウミカはウミカなのあれ。ウミカはウミカ。ウミカはウミカなの。アイリウミカとかじゃない。あ、耳をすます。環境音変えるとこなの。違う。もっとシンプルなやつ。なんでよ。ちょっと待って。ウミカちゃんにいっぱいプレゼントあげてます。あ、これフォアはハッピーだ。あ、頑張れ。パー笑う。パー笑う。みたいなやつ。ヒュー、あ、ヒュー、あ、おせなちゃん、ハロウィン、ありがとにゃー。あ、わーん、泣く。これ、ね、BGM がね、あ、やーかわいいんだよ。ね、あとね、ネマル。2個ってのらしい、ネマル。あとブルブル、カタ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 、あと閉まったら、パカパ、これめっちゃこう星が降ってこないとわかんないね。そうなんかパカってやって、こうやってやって、パッってやったら星が落ちてきてポンってなってポンって落ちるんだけど、それが可愛いよね。パカッ。あとなんだろう。このリアクション知らない。苦笑い。え、あれこれ音あるんだよ。あ、クククク振ってるんだ。うんうん。あとあれじゃん、シャキーンがあるじゃん。シャキーン、シャキーン。そんなさ、予備動作が全部そっくり。シャキーン。そう、本当はね、あ、そう、たあね、体操とかね、あ、たたえる、あ、キラキラや、こういうやつもある。これはスマイル交換かなんか、なんかしないとそもらえないやつがあって、あ、ひらめく。怖がらせるとか無理。え、知らなかった。ね。クルリンパはね。うん。
どや。あくび。あとなんか眠そうみたいなやつあるやん。すやすや。あくびかな。あくび。あくび。わーみたいな。あ、これ一緒に通信してあつ森をやってる時に愛ちゃんがこのリアクションしたの。あくびのふわーって。それで私が一人で喋ってたら、ねえねえ愛ちゃんって言ったら寝てた。寝てたの。横向いたら愛ちゃん自体も寝てた。すごい、あれすごかった本当に。サソリうまく取れないんだよな。あとハチも苦手。本当に寝てたらしい。え、今日のさ日本シリーズも本当にすごかった。あの牧選手がホームラン、スリーランだよね。そう、あれ何回だ、真ん中あたり中盤あたりに打ってたスリー。結果はね7対0。私のオレンジがアイリーの画面にすっごい侵食してる。あれをかぶるとほら、ね、なんか 3連勝。うん、3連勝来てます。波が来てます。そう、ゴキブリね、踏むと魂でパコッ。ふわーっ。ゴキブリを全部潰すことができたね。なんだっけ、ダイビングキャッチもすごかった。しゃ、やってみたいよね、ダイビングキャッチ。うん。かわいい。かわいい。お手。見えてないし。猫だからね。お手。あー、かわいい。かわいい。かわいい。めけて。お手。違うのよ。あ、そう。大谷さんも。大谷さん。大谷さん。ね、優勝ね。大谷さんも優勝。ドジャース。おめでとうございます。おめでとうございます。4年ぶり。今日4年ぶり。そう、今日撮影中にしてスタッフさんとみんなで。わあ。熊のぬいぐるみをダイビングキャッチ。熊のぬいぐるみ、あのただいま恋愛中公演の熊のぬいぐるみっていう曲で、あの熊を投げる振りがあるんですけど、うん、私のポジションは一回も受け取れないポジションなんです。悲しいね。ガンガン。こういう時に使います。ガン。ドラフトありがとうございます。そうなんです。どうもりミーム。パン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 。この音を歌うと始めた気になる。ピロッ。てってってって、しずえさんが。ピロリン。今日は10月31日。今日はハロウィンです。みたいなね。ピロリンもよ。素敵な字。あれあれあれさ、あのさ、こうやってこてってて、あ、この音鳴るの。しずえさんが横をやると、そう、こうやって鈴が揺れてこの音鳴る。かわいい。ガン。なんですよ。急に急にガン。引っ越しする前の、うん、冬眠。実はこの島を出て引っ越しをしようと思っているんです。行っちゃダメと。いいよみたいな。頑張れ。そうなのよ。引っ越しをしようと思ってて。ハロウィン。こ
これで山に行けば熊対策になる。おー、これついてるから食べられちゃうよ。可愛いから。こうしたら犬だ。可愛い。確かにそうだね。怒られてる時のレイヤ。そうだね。椅子の下、ソファーの下に行ってずっと。可愛いからいいじゃん。何怒ってんだって顔してる。ちょっとでちょっとしたらもう平気でへへへへして、ワン。かぼちゃありがとうございます。ワンダフルプリキュア、ワンダフルキュア、プリキュア、ワンダちゃん、ワン、ヘイ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 じゃないですよね。ペンライト振らなきゃ。プリキュア応援するために頑張れプリキュア。最高。もうないんでしょあの文化。ん、なんかコロナでさなくなっちゃったよねペンライト文化。うっそん、ないんだよあんなに。キツネダンスなんだっけ、コン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 みたいなじゃなかった、こういうやつ。あ、そうそうそうだ。タタタンステタタ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 みたいなやつでしょ。ぷいっきゃー、マリンズもなんか流行らせようよ。なんかカモメダンスカモメダンス、それなんだっけ。なんかあるよねこんなやつ、ニワトリ。あ、そうだ、カモメダンス。カモメダンスってなんかダチョウ。ダチョウ、いや、やっぱカモメだからね。いや、マー君が音源出してくれれば全然毎日ね。やっぱ勝利の喜びは大波と。とってもいいけど。カモメ。カモメがと。既存音源になっちゃう。かわいい。風船飛んでる。ピュン。ソフトバンク。オークス、スーそれピュー。ダメだよ応援しちゃダメってことはないよ。でもうちはすごい今回は DNA をめちゃくちゃ頑張って、なんかみんな応援してます。やっぱ優勝してほしいよ。そりゃソフトバンクにも優勝してほしい。欲しいけどやっぱ悔しいからソフトバンクだって勝てなかったんだもん、あんなに今年。DNA に勝ってほしいですよ。悔しいですって悔しいね。パリーグ、そうパリーグ代表だから私的にはやっぱりね勝ってほしいなと思うけど、 DNA さんが今結構ね、私の密度やばいキーパンマンって言われてる。愛と勇気だけが友達です。愛と勇気か、愛だね。うち MVP らしい。何の MVP ですか。佐藤リーグの、佐藤リーグの MVP おめでとうございます。タイトルだね、これでタイトルができたね。ありがとうございます9月に戻りたいセリーグはね今年混戦でしたからね。そう、私のせいでアイリの顔がオレンジ。そんなことないか、これで。俺のせいか。これやばい、やばすぎ、見せちゃいけない、やばいやばい、見抜かないで、って顔してましたよ私が今。大丈夫、うちの配信見てる人みんな優しいから。ありがとうアイリス。
だってロッテは今年いいんじゃない、別に3位で終われて逆に幸せでした。頑張ったよね、うん、頑張りました。 A クラスっていうのが C っていうならCS 初日に戻って CS をもう一回やり直すっていう手前。クマにも見えるね。なんだろうね、クマ？あんまりよくわかんない。違うのもつけてみれば。みんな撮った？スクショいっぱい撮れた？最下位よりきつかった確かに。セリーグさんね、かわいい、似合う。どっかでしてたよねそれもね。オンライン、オンラインか、そうだ。見て、すっごいここまで来ると私のこの肌がめっちゃ見えるね。どこで結ぶ？顎下で結ぶんだよ。違う、どっから出す？これここ？そこも可愛いな。おけけも一緒に結んじゃいそう。2位で終わってほしかったCS やり直してもファイターズが勝ちますガーンガーンガーン。音ね、この音だから。かわいい、かわいい。私はずっとかぼちゃ。あっちった。ずれちゃうね。でもかわいい、めっちゃ似合う。あちゃんが今つけてるやつ一回借りたことある気がする、ショールームで。あ、やってたかも。うん、一回借りてつけた。毛がほよほよしてちょっと待って。毛が毛どこ行ったの？これは2くらいだった気がする。321だったよね、うん。ローキーヤンキースに狙われてる？本当に？なんかメジャー行くみたいな。パラドスじゃないの？なんかどっち、どっち。2年前だってこれつけてたの。18歳？最近まで18歳だったじゃん。なんか若返った気がする。アイリ、そう、うん、18のアイリ見ると大人になったなって思うけどね。なんかもうちょっとアイリ大人だった気がする。そんなこと、もうちょっと私ファンの前、あのなんだろう、何年、2020年。でも2年前の方がもっとなんかしっかりしてたよね、みんなの前で。本当？うん自信ない、やばい。ねえやーだー。かわいい、クマちゃん、クマちゃん来てた頃だよ、ほら。かわいい、このクマもね。な、あ、かわいい上に。あらら、その時何やるの？そのままつけるんだ。かわいい、こうやって。おお、幼いっちゃ幼くない、うん、幼いよね。かわいい、かわいい、ありがとう。切ってよ、髪。髪？髪切ってほしい。うん、こっちの方がかわいくない？白髪してんだよねいや、どっちもかわいいんだけど。これ今ね、これしてるからわかんない、ロング。今ロングです、とってもパドレスだパラドスです、パラドス、パラドス。短い、髪短い。ダルビッシュ投手のところ。ありがとうねレアのお尻ルークの顔かわいい、かわいいじゃん。あ、これこれ
2年前に2年前に戻った2人でお送りしています。ここの軸は今2022年です。やばい、戻りたい。2022年、楽しかった気がする。コンサートもさあった、リクアもあって楽しかったな。どうなんだろう、監督続投って聞いてるけどね、どうなんですかね。かぶちゃんの側頭部がよく見える。ここまで探ると配信に映っちゃう。ジロリジロリ。こんばんは。ん？僕と握手。ありがとうございます。笑って落ちちゃった。キーちゃんがおもろかった。これはねもう違和感ないよ。うん、これかな。あ、そう、これさっきまでこれしてたのか。なんかこれしてたんだから言うだけじゃん。ごめん、ごめんにだ。申し訳ないです。そういえばしてたね。ずっとそれを言ってるのにさ、うん、キーちゃんの前でさ、うん、リビングのさ、うん、やってたね。壁からさこうやってやってにゃでさやってさ、かわいいって言ってくれたのは嘘だったってこと。覚えてない、やばい、覚えてないよ。ガーン。キアラ一生懸命料理してたからね。お料理、ね、ポリポリしてたんでね、ちょっと記憶が曖昧かなみたいな。ほら、うん、黒髪だからね、かわいいね、生えてるね。ハッピーハロウィン。ドジャースも、やばい、狙われてる。このやってると本当画面オレンジ、ね。おっとっとっと。うん。ねえ、全部つける。これつける、これかぼちゃ。やだ。やなんだ。とやだっていう、これつけさせたいのに。ボサボサになるから。じゃあ最後につけて。うちのかぼちゃは今アイリーにこれをつけられた。今ツインテールするとね結構短いんですよ。これくらい。かわいい、かわいいね。大人やから。大人やからね。何歳になったの。20歳。20歳と何ヶ月なんだっけ。4ヶ月。かわいい。かわいい。なんかさ、ヶ月まで言うとさ、めちゃくちゃ急にかわいく。20歳、4ヶ月だよ。かわいくない。なんか4ヶ月なんだって。かわいすぎる。4ヶ月経ちました。もうね、あっという間です。そう、でもね、前撮りしたから。うん、すごくかわいいんだよ。ねえねえ、アイリス聞いて聞いて、すごく可愛いんだよ。本当に可愛かったもん、マジで。でもまだみんなには見せない。え、なんかさ、その前撮りの種類とかは言った？何が？その前撮りしたことしか言ってない、まだ。うん、分かった。でもなんかすごい大人になったなと、なんか同時に可愛いなみたいな。すごい、なんていうんだ、大人になったなとも思ったけど、普通に可愛かったからずっと可愛いなって。でもさ、ドレスも撮ったよって言ったよね。言った？そういえば言った。私はドレスを見た瞬、私とママはドレスを見た瞬間に結婚がよぎっちゃったの。なんかそれでなんか悲しくなった。なんかすごい、私は卒業ドレスが浮かんだ。全然卒業しないけど、なんかすごい、なんて可愛すぎてそう思った。
なんか今度こっそり見せて。ダメです。でもあの私のロック画面をそろそろ変えようと思ってのけど、まだ私は大谷さん。大谷さん。成人式ね、私もね来ましたし、ドレスみんなに見せたことないかも私。逆に一番可愛いの選んだ。一番可愛かったかな。もう私はアイドルなので、うん、アイドルなの で、ね、あのみんなにね、やっぱファンの皆さんにも喜んでほしいっていうか、なんだみんなが見たいであろうなっていう愛ちゃんだよね。うん、うんうん、絶対好き。アイリス絶対好き。なんかアイリスが好きそうな私のドレスを選んだ、うん、でも振り袖は絶対に想像してないと思う。そうだね。なんか マネージャーさんとかメイクさんにもみんなに意外ってすごい言われた。でもずっと着たがってた色だったよね、うん、私はね。そう、アイちゃんが個人的にそのキアラ、やっぱさ妹だからさ、キアラの時から振り袖に触れるわけじゃん。ずっと言ってた、私はこの色がいいって。へえ。よかったね。すごいね、テンション高かったもん。でもあの AKB の方はまた違った、うんうん、もう決まったんですけど。早い、本当に早いね。 AKB あるあるだったのにね、今年すっごく早い。もう本当に早いの。もう いつもより本当に早い。そっか、みんなは福袋の申し込み。確かにそうだ、 AKB の方はグッズが出る。アクスタとか。そうでもあの前撮りしたやつのグッズ出したいくらい可愛い、うん、ね、ね。言ってんの。ずっと共有してる。本当に私たちしか知らないから。なんか本当にまだ全然なんですけど、もしいつかそのファンクラブとか個人のファンクラブとか開けるようにいつかなったら、あの そのスタジオで撮りたいくらい。かわいい。私たちは知っています。かわいいのに。これも撮っていい、この耳。いいよ。意外と痛くない。ないの別に。ね、こうやってつける人いるよね。ディズニーとかのカチューシャね。そう、私高校生の時ここにつけて、ここにつけてた。知ってる、その写真持ってる。やっぱ千葉のディズニーなんで。うんね、本当だよね。でもなんかあのサンリオピューロランドのカチューシャは私も結構持ってるんですけど、あのカチューシャフォルダーっていうのがあって、それがねめっちゃ可愛くて、この間買っちゃった。この間買っちゃった。可愛くて買っちゃいました。なんかあの普通にキーホルダーとしても可愛いなって感じ。でも最近花丸お化け知ってる人増えてすごい嬉しい。おお久しぶりです。じゃあそろそろ終わりたいと思います。はい、猫ちゃんにするの。ランキングを読ませていただきます。キーちゃんは？私も読むんだけど、キーちゃんはさ9時4分から始めたから後でいいよ。逆に2時間きっちりやりたいから。巻き込んで、あごめん、マジでごめんけど、これが気になってる。もうダメだった。ダメでした。ありがとう。ランキング読ませていただきます。あった。あー
行きまーす。行きます。13位ナックさん、ありがとうございます。12位ナタンさん、ありがとうございます。11位キノさん、ありがとうございます。10位ミカちゃん、ありがとうございます。9位ネタロウさん、ありがとうございます。8位トッキー、ありがとうございます。7位ハロウィン生まれのいつきちゃん、お誕生日おめでとう。あーおめでとうハッピーハロウィン、ありがとう。ラッキーセブン、今年はいい1年になるよ。ありがとうございます。はい、6位タツヒロさん、ありがとうございます。5位マリリ、ありがとうございます。4位マサオさん、ありがとうございます。3位シンさん、ありがとうございます。2位パブちゃん、ありがとうございます。1位はおせなちゃん、ありがとうございます。うん、ハッピーハロー、アイハッピーハロー。スクショタイムしてください。いっぱい撮ったよね。もう本当ですか？いる？数枚ください。10月はいっぱい配信できて嬉しかったです。おめでとう。かわいいかわいすぎるね手の出演で。あーん、鬼皮ですね。耳見えてる？愛ちゃんの手助かる。わハッピーハロー、ありがとうございました。みんなあったかくして寝るんやで。寝るんやで。今月もありがとうございました。あと2025年、ん4年2024年、行かないで。ごめんね、未来生きてた。未来生きないで。ごめん、やっぱそこはちゃんと現実にいてほしいね。そうやった、ごめんね。令和6年ね、うん、未来人やから。え、あ、それ言っちゃって。ダメでしょ、そのカメラ今回ってるからまだ未来生きてるから。うち2024年あと2ヶ月よろしくお願いします。おやすみなさい。せーの。